新、老人若様、新見佐根は、佐々木雄一による日本の時代小説で、老人若様、新見佐根の続編。決め台詞は、漁師にある者はされ、悪に組みする者は、青い一刀流が切る。老人若様、新見佐根の三年後を描く作品である。後の江戸幕府第六代将軍である、徳川家信が、一回の老人である、新見佐根として、 支中に繰り出し役を打つ、秘剣青い一刀流を使うスタイルは引き続き、継承されている。前作の主要人物も登場する。今までは、判定から、谷中のボロ屋敷に移動して姿勢に紛れていたが、今回は、判定から西の丸に移ったことから、時折戻る浜御殿の抜け穴から、家臣の家へ移動して、姿勢を歩き回るスタイルに変更した。おことたちの住まいも、 前作から今作への過程で、花川戸から三島町に変更した。家光の血を引く、者たちを守るために、綱吉からの立っての頼みで四次として、江戸城西の丸に入って三年。徳川綱豊と,としての平穏な日々を過ごしていた、左近だが、密かに心を交わすおことのみに、貴難が訪れている、ことを知り、また、江戸市中が不穏な動きに包まれてきたことを察知し、再び浪人。 新いみさことして、市中に出ることを決意する。以下の項目はネタバレを含んでいるので要注意。序盤の敵対勢力で、江戸の者たちを毒画にかけて甘い汁を吸い、江戸全体を裏から支配しようとしていた。その正体は、三河以来不大の大名である萩野家関係者であり、柳沢になり代わり、自分たちが大老の地位について、権力を掌握しようと江戸市中や、 バ角内で悪事を働いていた。ここでは、一味の中心に近いものを記載、それ以外は、悪徳町人、その他の悪人を参照。前作にも出てくる用語に関しては、不穏な影亀のあだうち夫婦兼桜田の悪眼作小判。ありがとうございます。